実はですね、離婚というと東さんの師匠たけしさんがこんな話題になっています、こちらです。この間出ました、つい最近です。はい、そして新しい情報も入っています。はい、殿のご乱心、世界の北の離婚を決意。さあ今年の4月ミシュラン三つ星の割烹料理店で愛人と噂される英子さん49歳と食事。その英子さんというのは関西の高級ホテルのアドバイザーをされていると。現在家賃40万円のこの英子さんのマンションで半同棲生活をたけしさんが送っている姿をキャッチされたということです。大阪、大阪マンション自体は東京のようです。東京です、はい、目黒、はい、で今回の報道について事務所の方はですね、仕事の相談に乗ってもらっている関係で決して男女の中ではないと聞いておりますとなんかこれがさ、はい、なんかアイドルの事務所みたいなねなんだこんなこと言わないで、ね、まあまあ一部の関係者によりますと、たけし師匠は、上さんには全財産を渡してその英子さんと一緒になるという発言もされてるんじゃないかと。これ俺週刊誌の見出しやけど、はい、全財産100億円って書いてあった。これほんまなんですか？100億ぐらいですね。おお、そんなもんじゃないですか。だってそんなもんですよ、タモリさんが120、30億って言われてますから。ほう、まあ、ちょっと少なかったのかなっていう。あら、うん、じゃあまず整理しましょう。この女性は東国原さんはご存知なんですか？ないです。知らない方？ない。はあはあ、僕はあのこれはその女性のうちに師匠が言ってるんですよね。はい、女性のうちにね、はい、それ40万円は師匠が借りてあげたっていう話ですよね。はい、そうです。で自分家にはこの女性を連れ込んでないんですよね、うん、妻とは奥さんとはこの数ヶ月会ってないですよね。文春の記事によると、うん、奥さんと毎週1回はご飯食べるという約束、金曜日が奥さんとのご飯食べる日やったと、はい、だけど最近それを奥さんと会うのをやめてこちらの方とお会いしてるというとこから文春を追いかけたと。なるほど、はい、それは事実ですね。この2、3ヶ月は毎週金曜日師匠は奥さんとはご飯食べてません、はい、奥さんよりこっちの方が楽しいわけ。どうなんでしょうかね。でも時々はうちに帰ってますよ。いやいや、家にはね、実家には奥さんとも。いや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 ですよね。後ろ髪を引かれる別れる理由はわからない、うん、だって師匠の奥さんは浮気全部許してますからね、うん、ってことはこういう関係なんて今までいっぱいあったと。いっぱいありましたよ、うん、まあ、いっぱい。もう最初はね、めぐみちゃんっていう、ね、あ、めぐみちゃんじゃない、ちょっと待ち、あんたいっぱい飲んでんのかいや、だって師匠ね、師匠はね、もう100億、200億知りませんけども、師匠は知りません、それは。自分の名義でも何でもないです。会社か奥さんの名義です。子供さんたちの名義です、はい。自分の名義は一銭もないと思いますよ。うん、だからもう、あげたも同然なので、別れても別れなくても同じみたいな。ほいで奥さんが浮気をしている、その49歳の女性がどうしても別れてくれって言ってんのか、うん、それもどうなのかなっていう。だから離婚する理由はないんですよ、ね、分からないよ。好きな女の子ができたとしても。だってさ、決して男女の中ではないと聞いてますって。66と49だよ一方で何でしょう、気持ち悪いな。逆に英子さんの自宅に泊まったっていうことは認めたそうです。泊まって手を出さないわけがない